対局開始。お願いします。あ、お願いします。さっき千人指定があったんですね。なんだその手は。三間飛車。さっき千人指定があったので、ちょっとね余計に一局多くさせることになったというか、美濃囲い将棋ウォーズ動画的には千日手っていうのは悪くないんですよ。どうしてかっていうと動画のネタが増えるから、まあ、動画のネタが増えるっていうか、たくさん動画が作れるというかね、うん、相手はあこれ向かい飛車に振り替えて、あこれは深く囲うわけですね。高みの囲い。いやーなんか2分30秒、まあ、相手も硬いけどこちらもそれなりに硬いので、なんか膠着状態になりそうな感じもするけど、どうなんでしょうね。あーなるほど、ここ上がると銀上がって飛車回って6五歩ですか。こっちに引かなきゃいけないのはちょっと嫌かな。でもこれ取ってどう、分からん。振り込んで飛車回ると金か、2分。そうすると、いやーどうなんだろうね。こう合わせると、あでも取って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 下の手があるんだ。取るとあーえ、あーこれまずいか。6八歩には7五歩で銀がお亡くなりになっちゃうのか。あーまいったね。これうまくやられちゃったか。1分30秒。飛車回るか。これダメなんだこれ。飛車回るのこいつか。いやーこれダメですね。ダメですわ。でもまあでも飛車先に打ち込んで。まあでもね、あの全く悲観せずに指すことが大事ですね。それで何も問題ないですか。なんか問題あるんですか。でなんか問題あるんですかねこれ。なんか問題あります、何も問題ないですね。問題はあるって言ったらね、あーこれ同角って取られちゃう。やば。まあ、でも案外こういう手って取らなかったりしますよね。取ったら竜に当たるので、まあ、取られたら困るんだけど、意外とこういうのってね、相手も難しく考えたって取らないっていうのがあるんですから。ここで読み筋って感じで、1分。なんか垂れ強とかね、筋悪いですよね。筋悪なんですよ。2六桂馬とかあるからね。あ銀しか。いやーこれはまずいですね。桂馬とか打ったりすると、桂馬をバシンと打ちますと、これ詰むやん。これ詰んでんじゃん。はい、見事じゃ。まるでわしの若い頃のようじゃ。なんかあっさり決まっちゃいましたね。何だったんだ今のは。てなわけで、達成率が 84.4% まで上がってきましたね。まああと 15% ぐらいで3段になりますけど、
今日はですね、こんなニュースがありましたね。2021年2月13日のニュースです。空飛ぶ車実現へ、国土交通省試験飛行の手引き書作成へ。ドローンなどの技術を使った空飛ぶ車の実現に向けて、事業者などが試験飛行をしやすくするため、国土交通省は必要な手続きなどを分かりやすくまとめた手引き書を新年度中に作ることになりました。空飛ぶ車はドローンなどの技術を応用し、人や物を乗せて電動で飛行できる機体で、交通渋滞の解消や物流の効率化、離島や過疎地での移動手段の確保につながるとして世界で開発が進められています。国内でも政府が2023年の実用化を目指していて、航空会社や通信事業者などが自治体とも連携して各地試験飛行の実施を検討しています。ただ自治体などからは、屋外での試験飛行に必要な国の許可を取る申請の手続きが分かりづらいという声が出ています。このため国土交通省は今後、予定されている試験飛行の事例も踏まえて手続きの方法を分かりやすくまとめた手引き書を新年度中に作ることになりました。国土交通省は試験飛行に取り組もうとする事業者などを後押しして、空飛ぶ車の実現に向けて必要な環境整備に取り組んでいくとしていますと。ああ、空飛ぶ車ってなんかさ、いかにも未来の乗り物って感じするんだけど、ただこのさ、このなんていうか写真だけ見ると、まあなんかヘリコプターですよね。いや、だから要するにさ、空飛ぶ車ってよりもなんていうか、タイヤのついた、地上を走る、地上を走るヘリコプターっていうかさ、基本はヘリコプターなんだけど、ただ、まあ、道路を走ることもできるよっていう、まあそういうなんか感じがしますね。そりゃそうですよね。陸上を走るのと空を飛ぶのだと、空を飛ぶ方が高度な技術が必要なわけだから、まあ自動車に空飛び機能をつけるってよりも、ヘリコプターになんか道路走る機能をつけるみたいな、まあ、そういう感じにはなりますよね。まあだから、その、まあ、空飛ぶ車って言っても、まあ、ああでも、その、だから普通の道路とかを走ることができるっていう企画で作るんだったら、じゃ例えばその、まあ、幹線道路とか走ってる途中に、ちょっと飛びますって言って、ヒューンってこう飛ぶみたいなね。でもさ、その離陸するのは構わないけど、着陸するのはどうすんのっていうね。なんかいきなりさ、上からヒューンって降りてきてさ、何なんだよってね、いきなり降りてくんじゃねえよみたいな。そういうことにもなりそうだから、そこをどう整備するかっていう話はあると思いますけど、まあでもいずれにしてもその辺のことをですね、試験飛行で、考えていきましょうということですよね。これだけ見るとなんか一人乗りなんですね。なんかこれやっぱりヘリコプターですね。自動車じゃないですよ。で、自動車ってまあ普通の自家用車だったら4人乗れるわけでしょ。あ、もっと乗れるのかな。あ、4人ですよね。4人ですよね。でこれ4人乗れそうにないですもんね。だから。ただそのバスとかをさ、まあ、だから空飛ぶバスみたいなのがあったらですね、すごくいいなと思うんだけど、なかなか難しいのかな。要は飛行機ほど大げさじゃないけども、なんか普通 その鉄道とか路線バスの代わりに、なんかその鉄道ほど大量輸送はできないにしても、まあ、通常の路線バス程度の、お客さんの量だったら、まあ、空を飛びながらこう運べるみたいなのがあったらですね、まあ渋滞もしないし、まあ一つの公共交通機関として使えるっていう可能性もあるかもしれないけど、まあでもなんかそういうことではないですね。やっぱりこれはちょっとこう、なんか宅配便、宅急便みたいなことに使うかなとか、そういう、ね、物流ですよね。まあそういうことを考えてるのかもしれませんね。まあでもドラえもんの世界が少しずつ近づいてるわけですね。タケコプターとかもさ、別にそのね、のび太くんの頭にこう、つけるとかね、だからそういうのはちょっと変ですけども、でも、ある意味さ、こういうのってさ、タケコプターみたいな感じでもありますもんね。
なんかこの写真を見ると一人乗りだし、なんか自分で運転しなきゃいけなくて、なんか他の人が運転してるものに乗せてもらう的な、そういう感じではなさそうな感じしますね。だからなかなかその個人で、その空の旅を手軽に楽しむみたいな、そういう感じでもないのかなみたいなね、感じもあるんですけれども、まあドローンなどの技術を使ったというので、ドローン、ドローン少年っていうのがさ、何年か前に話題になりましたけども、あのドローン少年はどこに行っちゃったんでしょうか。そのドローンっていうものを知るきっかけになったのがそのドローン少年なんですよ。なんかさ、いや本当にドローンがもう発売され始めた本当にね、もう初期の頃にあのドローン少年っていうね、方がですね、まあなんかドローンを飛ばして、で上空からそのなんか動画とかを撮影するっていう、なんかそんなことをやって、でまあちょっとね、まあいろいろあって事故とか起きちゃって、そのなんかドローンをね、まあ操縦ミスかなんかでその落としちゃってさ、ドローン落としちゃってちょっとこう、あ、祭りが妨害されちゃったとかね、あのなんかそういうまあいろいろとトラブルがあってさ、それでこうなんかちょっと悪いイメージで有名になっちゃった、ドローン少年っていうのがいるんですけども、彼は今どうしてるんでしょうね。まあ私があまり追いかけてないっていうのもあるんだけれども、でもなんかそのドローンをさ、いや本当ドローン少年の、ことでさ、ドローンっていうのが結構世の中に知れ渡ったんですね。だからドローンを、売り出すメーカーからすればさ、ドローン少年様々だったんじゃないかな。だからあれでさ、あ、ドローンって面白いんだってね、まあ、そういう風にこう知った人は多かったんじゃないかなと思いますけど、でもやっぱり空っていうのはやっぱり憧れというかありますね。なんで人は空を目指すのかっていうと、やっぱりその開放的だからなんですよね。まあ地上の世界ではいろいろあるわけじゃないですか。嫌なやつがいたりとかね、まあ、ジャイアンがいたりスネオがいたりとか、まあいろいろとさ、こうなんか嫌なことはあるかもしれないけど、そのさ、地上世界って縦と横しかないわけですね。その縦と横の二次元世界なんですよ。いやもちろんさ、新宿西口高層ビルとかね、東京スカイツリーとか、まあ、あるいはその2020年には、岩手山登ったりとかして、まあ、それはもちろん高いところには行けますけれども、でもやっぱりさ、その前に進むか右行くか左行くかっていうさ、自分自身の動きとしては右左前後ろっていうさ、そのさ、そのそういう選択の中で、まあ、階段を登って上に上がっていくみたいな、なんかそういう形でしかないわけじゃないですか。上に垂直にウィーンって上がるとかさ、エレベーターとかあるかもしれないけど、少なくとも制約がありますよね。だからなんていうのかな、新たなその逃げ場所っていうのかな、その高さっていうその3つ目の座標軸の中で自由に動けるようになることによって、今までの場所から逃げることができるっていう、そういうこう開放感っていうのがあるから、やっぱり人は空を求めるっていうかね、そういうのありますよね。まあそんなとこですかね。まあ、自分が空飛ぶ車に乗れるかどうかは分かりませんけど、まあでも空飛ぶ車というのは面白い話で、まあそこら辺をこう空飛ぶ、なんて個人乗り、まあ分かりませんけど、そういうヘリコプターみたいなものが飛び回ってる世界というのは、まあ、面白いなと思うんで、まあ今後の、まあ、進展に期待したいなと思っております。ありがとうございました。